だろうな、いきなり。あ、始まりました。さて行きましょう。皆さん、ブラッドボーンの世界。さっき俺のやつで流れたからそれはない。まあやっぱプレステ4のね、グラフィックの綺麗さを皆さんと一緒に、味わいながら、こちらのブラッドボーンやっていきたいと思います。いいっすね、このね、血の描写も相当綺麗ですよね。 From Software。 アップデでオープニングムービーが努力有料化とかそんなことになったら困りますよ。というわけで、シムキーさんいらっしゃいません。スムキーさんかもしれませんね。すいません。和子。わ、いいっすね、めっちゃ綺麗。和子ということで82番さんいらっしゃいません。はい、83番さんもいらっしゃいませ。今日はブラッドボーン、前回に引き続き白地のロマ討伐目指してやっていきたいと思います。目覚めたらね、主人公はこういったね世界に、連れてこられたといったところからね、このゲームは始まります。今日クリはないんじゃないかな。何匹かボスは倒したらいいかなと思ってますよ。枠どころか時間的に無理だろうな、わらわら。ヤーナムシミンコスで侵入する動画が面白かったな。あ、そんなのあるんですね。ブラッドボーン、つまりそれってあれですか、敵に紛れてってことですか。面白そうですね、そういうのもね。外人さんが顔出しで退陣してる動画面白かった。あ、そんなのあるんだ。ぐっそ機敏に動くヤーナム市民。前回放送以降、練習しました。これあれなんですよね、多分このこれ制動外のところなんだろうな。練習はしてません。監督完全に休みの方を満喫しておりました。すいませんでした。さて行きましょう。楽しみですね。であとこのゲームね、一応クリアした後に皆さんとこうネットでオンラインプレイみたいなことをしたいんで、まあ、それまでの間にね、プレステ4を優先化できたらいいかなと思ってますよ。操作方法を忘れている可能性も。まあ、ビアリです。というか、結構、可能性大きいです。頑張っていきます。すいませんでした。あ、見てください。これがですね、アップデによってですね、変わったんですよね。こういったアイテムの説明がね、ロード中に出るということで。そんな感じでいいの。十字キー上で回復ですよ。十字キー上で回復ね。 OK、 ありがとう。ふん、いろいろ説明出てますね。あ、そうそう。あ、でここで確かあれだ、回復アイテムがない状態で終わったんだ。ちょっとじゃあ一旦戻りましょう。久々なんでね、ちょっと戸惑っちゃいますけどね。この服装、わら。いや、この服装いいですよ。私は気に入ってるんですけどね。でも結構なんか怒られてる前回怒られたかな。かっこいい。よし、で回復は確か、あ、そうか。なんかファンキーなおじいさんですね。いや、あれをあれ、なんだったっけ、マキクロードじゃなくて、マキクロードじゃなくて、なんだったっけ、あの人、ビルゲームですか。トップハットをしてた監督。R1 でローリング。あ、マイク巻き。マイク巻き、そうそう。マイク巻きっぽい感じでやってますよ。ビルゲンワースはさっきのところ、教室だよな、確か。ちょ待てよ。その貧乏そうな盾。いや、これめっちゃ使えるんですよ、実は。あれ？やべ、なくなっちゃった。これだ。じゃあ行きましょう。
というわけで101番再来しません。この盾がですね、なんか期間集めてそう。いやだからそういうあのなんか見た目でね人を判断するような、リスナーさんたちでリスナーさんたちだったんですか。すいません、なんか今日神々だな、まずいな。うん、まあまた普段の通り喋れるようになるんでしょう。しばらくねこういう感じでお楽しみください。すいませんでした。ここだったっけ。クールビズなんですか。これか。オッケー。クールビズ、いやこれなんかこうあれですよ、海の家にいるこうかっこいいおじさん、そういったものをイメージしてます。行きましょう。やっぱり今井正幸さんは助かりませんか。オッケーオッケー、いいよ、落ち着いて落ち着いて落ち着いていこう、監督落ち着いていこう。オッケー、いいよ。お、なんか手が出てきた、やべ。オッケー、いいよ、引いて引いて引いて、いいよ、いい感じ。ここめっちゃ入るんですよね。もしねこういったどこでね、血の石を貯めればいいか、迷ってる方はねこういったところ、ここの教室棟っていうところはいいんだよね。ぜひ使ってみてください。まあ皆さんに教えてもらったんですけどね、結構愛用してますここね。いい感じ。いいぞ。で回復、これで回復を変えるはずなんで。覚えてますよ、監督やられまくって稼ぎ場所とか嘘だろみたいなこと言ってたのそういうことばっか覚えてるんですね皆さん。私が失敗したら皆さんそれを覚えてるということで、さすがですよ。で、あ、そうかこれ、あ、もうなんかダメだな、ジャンプとかそういえばないんだって。ダメだ。いや褒めてません。こんなもんだったっけ。で戻ろう。いやでもね結局ね白痴のローマはねなんだかんだで一発でクリアはできそうにないから、何回かちょっと回復アイテム、輸血液ですかね。はい。いや大丈夫ですよこっから。いや皆さんねローマ戦でこの盾が活躍したの覚えてないんですか。皆さんもう忘れちゃってるんですね。悲しいです監督ね。そういえば皆さんはあのゴールデンウィーク何か予定の方入ってるんですか。もっとかっこいい盾ないんですか。いや盾実はこれしかないんですよ、一種類しかないんですよ。それがねこのゲームのすごいところなんですけど、でも自分を一新してプレイするとあっさり勝てたりしますよ。そうですよね、だから今日もしかしたら一発目でクリアありえますよ。監督はこずですということで ST 再来しません。ラスコイン肉さもそうだったでしょ。そうそうそう、確かに予定は言ってたら放送見てないだろ。あ、そう、家でゲーム、ありがとうございます。仕事かで、で帰ってきて私の放送見てくれるんですか。誰だ某配信者。サイレン、サイレントヒル、サイレントヒルか。サイレントヒル一挙放送ってすごいな。それって1から4まで函館でさばけ、それも面白そうですね。119番サイレンしてません。そういえば私が放送休んでる間になんかニコニコ超会議あったみたいですけど、皆さん行かれた方中にはいらっしゃるんですか。うん、他の配信ではねなんか結構盛り上がってたみたいです。蛇がワニを飲み込む映像を見てほんとゾッとした。ワグツ、蛇がワニを飲み込む映像、そんなのやってたの。またゴールデンウィークは原稿を書かなきゃいけない。ああそうなんだ、大変だな。そういうお仕事の方はね基本休みないんで辛いですよね。よしよし、わーい、和骨監督だということで、ここまま再来しません。お久しぶりです。久々に配信の戻ってきました。ちょっとやめなさい、まだおる、やべ。あ、ロムジェさん、小手半再びのご指摘ありがとうございます。監督のゼロ、そんなんなかった、すいませんでした。死んでしまいました、はい、サイレントヒル4以降もやる、4以降ってことはあれか、ダウンパーとかか。ってことはこれはね、あのイヤヨの上からつけてないんであれば、
残りますよ。すいませんでした。イヤイオの上からの小手半じゃなければ一生残りますよ。うん、そうですね、なんか復帰からの初始は20話か。すいませんでした。サイレントヒルの4以外もやるってことは、ホームカミングもやるし、 あれもやるの。前から緑だっけか、久しぶり。アイコン前から緑だって。131万サイレンしません。久しぶりということでお久しぶりです。132万さんいらっしゃいませ。何さらっと死んでんだよということで、133万さんもいらっしゃいませ。すいませんでした。ちょ待てよ、どこいる。やべ、これもしかして回収された、こいつらに。あいつ、あいつだ、後ろのやつだ。こいつ何気なく死んでるふりして俺のやつ持ってる。いいね、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 いいね。ワクワク2ということで、クッシーさんいらっしゃいませ。134万さんもいらっしゃいませ。いや、しょうがない、しょうがない。来た、 OK、 いいよ、ナイスナイスナイス、いいよ。やべ、なんでなんで、そっちの方が早いの。俺の方が手長えだろ。ちょっと待って、やべ、出てきた出てきた、あかんあかんあかん、やべ、生徒たちが出てきた。ちょっと君らは黙っとけ。あ、やばい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 、死んじゃう死んじゃう死んじゃう。 OK 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 ですね、これで OK。 あ、もうこのなんか弾ばっかね拾っちゃうんですよね。学校に侵入した変質者に果敢に立ち向かう学生たち。いやー、いや、これね結構ね強いんですよね、実はね。まあ弱い敵なんですけど、うん、まあ、私の中では強いです、強敵です、こいつら。余らせるくらいなら弾売っちゃえば。あー、確かにね、それも考えの一つかな。てか弾って売れるのか、売れるのか、売ってみようか、試しに。よし、行ってみましょう。売れるよ、いいっすね。あと火炎瓶もね補給したかったんで、いい感じいい感じ。おお、あ、すいませんでした。あー、やべ、もうダメだ。すいませんでした。今のはね、別にあの白いやつに驚いたわけではありません。すいませんでした。何これ幽霊。すいませんでした。いや、すいませんでした。いや、そういうわけじゃないです。いやいや、すいませんでした。いつまでもなれないな、あれ。いや、驚いてませんよ。あんなもんに驚きません。はい、監督はこっちということで、153番さん、いらっしゃいませ。ありがとうございます。叫んでもいいのよ。あ、こんなに買える。買っとくか。じゃあなんで叫んだんです。すいませんでした。ビビりました。すいませんでした。これで、お、いいね。あともう一回行こう。ちょ、多めにね、買っとけば、何回もね、戦えるんでね。よし。正直に言ってみ。すいませんでした。驚きました。ちゃんに言うてみ。何なのそれ。よくいますよね、そういうのね。なんか監督はコツ、本当は君がやったんだろうみたいなね、言ってくるおじさんいますけどね。チョコボットさんいらっしゃいません。本当にやってないのにね、言ってくる人いますけど。嘘ついたの。いや、もうなんかやりすぎかなと思ってね。やりすぎっていうか、まあ実際本当に驚いてるんですけど。すいません、監督もいるんですよ。そうですよ、すいませんでした。本当に実際驚いてるんですけど、なんかわざとらしく感じられる方もいらっしゃると思うんでね、あまりにもやりすぎると私は思ったんですけど。よし、いいよいいよいいよ、よし、いいよ。やべ、こいつはいきなり立ち上がってきた。ちょっと逃げてみ。そうか、あと、そうか、あと弾も売らないといけなかったな。昔はあんな悲鳴出してなかったのにね。そうね、確かにあんまり驚かなかったんだけどな。いや違うんですよ、なんかね、あの放送のために最初驚いてたんですよ。で、そしたらそれが癖になってリアルビビリになっちゃった。これが本当のところの話なんですよ。監督はこっちで163番さんいらっしゃいません。私自身は本当はそんなにビビリじゃなかったんですけど、なんか放送が面白くなればいいなと思って驚いてたんですよ。そしたらなんか知らない間にそっちが本当になっちゃって、なんか怖いですよ。まあ、職業病みたいなもんですからね、これ。
していきましょう。元からなんでしょ？いや元からじゃない。結構ね静かに配信したんですよ最初の頃は。おかしいな。まあでもそういうことあるんでね、皆さんも気をつけてくださいね。こう面白い。ビビる監督ってなんか売れなさそうじゃん。リアクション取るようになっちゃったんだね。そうなんですよね。言えば言うほど嘘っぽい。いや、ほんとほんと。そういうことにしておきます。我々は大人ですから。そうね、そうしてください。すいませんでした。なんかそれ私が嘘ついてるみたいじゃん。おかしいな。ほんとなのに。もうほんとって言えば言うほど嘘になっちゃう感じじゃん。それ。で、よし、OK。よし、行こう。戻ろう。ってことはホラーも大丈夫ってことだよね。いや元々はね、元々は大丈夫だったんですよ。久しぶりの放送に聞きとして、172万再生しますね。すいませんでした。大人なリスナーです、はい、そうですね、皆さん大人です。それが本当だと監督が思い込んでる可能性も笑まあね、でも人間思い込むことがね大事ですからね。皆さん知ってますか、あの大きい動物と戦う人いたじゃないですか、芸人の。なんだったっけ、なんとかなんとか、そう、なんだったっけ。いません、誰もいません。そうそう、武井壮っていう人はあれですよ、もともと半身不随だったのに、あるなんか事故かアクシデントが原因で半身不随になっちゃって、そっからねイメトレだけで治したんですよね。医者にはね、もうこの病気治りませんって言われて、まあ一生ねリハビリ生活になると思いますよって言われたにもかかわらずですね、たった3年でトントンと、たった2年かぐらいでイメトレで直したんですよ。確か、まあだから信じることっていうのは結構ねすごい力になるんだよね。はい、ワクオツですということで、メタメタさんいらっしゃいません。そうそう、本当バギーみたいなもんですよ。武井壮派層かもしれんけど、監督。ああ、そうですね。武井壮と私を同列に語るな、そういったことは皆さん言いたいみたいですね。すいませんでした、私は武井壮さんではありません。しかしまあ実際でも最初ビビってなかったんだって、本当に皆さんそう言うけど、イメクラじゃないですよ。ということで185万再生しますね。エアメシでも信じれば生きている。まあそういうことになるんですかね。でもまあ人間のね信じる力っていうのはね、本当ちょっと常軌を逸してる部分あるんでね、もしかしたら本当にね、あのイメージしただけでご飯食べた感じになるかもしれませんよ。その一番有名なやつだったらあれですよね、あのなんだ妄想想像妊娠、あれもそういった力ですよね。正直想像妊娠っていうのもある意味そういうことでしょ。ちょあれもこう頭の中で妊娠したと思ったらお腹が大きくなって体がね妊娠した時と同じ状態になるんですからね。そうそう、プラシーボ効果もそれですよ。男はねさすがにあの妊娠した時に体がどうなるかとか、あでもどうなんですかね、ちょっとやってみてください皆さんね、男性の方でね想像妊娠いやそれで、まあ映画ではね本当に実際に男性の方でシュワルツネガーっていうね男性の方がですね子供を産むっていうのもありましたけど、あそうなんですか、じゃあ本当にありえるんだね。シュワちゃんね昔想像妊娠じゃないですけど、いやーまあ確かにね。ということで188万サインしてますね。そうですね、だから信じる力っていうのは本当にすごいものなんですよね。やっぱまあ昔の人だったらあれじゃないですか、呪い、あの呪い、そうなんだ。まあプロラクチン、あーまあそんなこと言ったらまずいかな、まあいいや、男性にもねプロラクチンっていうのが出る機能はあるんでね、組織はあるんでね。私をニートと信じたら私がニートになるとかね、そういう呪いはやめてください。で OK、 これでいいね、準備万端ですね。まあでも本当にその昔の陰陽師、あそれなんかの記事で見たな、それ何だったっけ、あの人か、自衛隊の人だ、元大腸がんって言ってたかな、まあ大腸がんね、まあ最近は大腸がんでも治る病気に近いものなんですけどね。すごく痩せちゃってたね。まあ病院に行くのが遅かったんですかね、ちょっとね悲しいですけど、末期だからおそらくもう無理。
そうこのゲームもステージ4ですか。いやそういう、まあ、あんまりギャグにならないんですからね、そういうの。ガンってすごく痩せるんだね、うん、いやまああれはガンで痩せたんじゃなくて、あのまあガンで痩せた部分もあるのかもしれないですけど、まあ基本的にはあの抗がん剤で痩せるんだと思いますけどね、うん、で最初別人かと思った。ねえほんとそうっすよ。 OK いい感じ、よし。抗がん剤はげる痩せる、うん、町医者に誤診されたみたいね。そうなんですね、町医者か。そう考えると町医者の方々もね、うん、責任重大ですね。そうですね、食欲なくなっちゃうんですよね、うん。そのまあ抗がん剤にもねいろんな種類があるんですけどね。205番さんいらっしゃいませ。監督元気だった。はい、私は元気でしたよ。206番さんいらっしゃいませ。抗がん剤飲んでないのにわしハゲ取るんやけど、なんで？それ遺伝です。ドンマイです、ハゲドンマイです。すいませんでした。すみませんでした。申し訳ございません。大腸がんって遺伝なの？わらわら。大腸がん、まあだから、遺伝の病、強すぎだから、あの、がんっていうのは遺伝の、あの、可能性もあるんですけど、うん。まあ、大腸がんになりやすい遺伝っていうのもあるんですけど、まあ、普通に環境因子でもね、がんにはなるんで、なんと言いません。鬼かということで213万歳いらっしゃいません。214万歳いらっしゃいません。まあ初期はね、本当の初期はね、すいませんでした。イメージしたら髪も生えてくる。まあまあだから検診ですよね、大腸がんに関してはね。よく、1年間ね、あの最初になんか会社とか行ってる方はわかると思うんですけど、検診があると思うんですけどね、そちらの検診でね、まあ本来はね、自分の便なんかをね提出して、色はね全然血便じゃないんですけど、なんだろうな、色は全然血便じゃないんですけど、実は血が混じってるね便をしてるっていうのはね分かったりするんで、それでね大腸がんの初期のステージは、それで分かったりするんですけどね。まあ残念、しょうがないです。多分やってなかったんでしょう。 CT って危ない、何のこと言ってんだ。直腸診、まあでもしょうがないですよね。制度に抗議、そうですね、それもありですね。大腸がんとかね、そういう話。初期はね、そんなにね、あのまあ種類によるんですよ、本当に。三人といないはリスク高まるから気をつけてって、はい、親父の大腸がんの手術の後医者に言われたわ。224万歳でしょ、そうですね。まあ、まあ、マジな話するとですね、そうね、水銀玉、さっきから全然売れてないね。1年に1回の検診、十分。そう、十分、十分。あと、大体、大腸がんに関しては、まあ、4から5、4、4、5、6、4から6年ぐらいかな。で、初期のステージを突破するんで、1年ずつにやっとけば、基本はわかるはずです。大腸がんね。あのね、今さっきなんか誰かが大腸がんで遺伝って言ってたんですけど、まあ、遺伝性の大腸がんっていうのがあるんですよね。あの家族性ポリポーシスっていう病気がありまして、そちらはね、まあその家族性ポリポーシスだと、まあ結構ね、な割合で家族性でね大腸がんになっちゃうとかいうことはあるんですけどね。まあでもなんだろうな、初期にね、そうね、初期の段階でね見つけてもらえばいいんじゃないですか、うん、他にもあったりするんですけど、そういう病気がね。よし、そんな感じです。まあ皆さんもね、医療関係の仕事してるんですか。私の仕事に関しては言わないでください、すいませんでした。でもまあ、まあでもみんながそういうことに興味持ったってことだけでもね、あのニュースが意味があったことになりますからね、正直ね。ということで230番歳でしたもんね。脳以外は早期発見すれば今はほぼ治るからね。まあまあ治らないがんってのもあったりはするんですけどね。まあ移植なんかもねあったりしますから、いろいろね、まあ治る病気にはなりつつはあるんですけどね。大腸がんの何か見つかったの？ん？がん家系だからといって結婚をやめる人を見ると悲しくなります。あー、そういう人もまだいるみたいですね。大腸がんの何か見つかった、いやあのね、232万歳でしょ。まあ簡単に言ったら、まあ大腸がんになりやすい人の
まあ、遺伝子とかね分かったりしてるんで、まあそういったことですかね。で、OK、よし、これでいいでしょう。よし、いきますか皆さん、そろそろね。和骨監督、はい、わかりました、頑張りましょう。236万再生でしょ、もせ。じゃあいきますよ皆さん、ビルゲンワースいきましょう。はい、和骨ということで、237番さんもいらっしゃいませ。行きましょう。俳優の今井雅之さんが大腸がんというニュースがあってね、そこから。そうそう、そこから話がね、展開していったんですよ。うん。どこに？ビル・ゲンワースですよ。行くぞ、ウェイです。行きましょう。頑張れ、監督。はい、頑張っていきますよ。弾打ったんか？弾打ってません。すいませんでした。さっきからそればっか言ってくれてるな。行きます。あ、ちょっと待って。あ、しまった。の監督、ちょっと武器をそういえば大丈夫かな、武器やばい、127だ、ちょっとこれはいかん、すいませんでした、戻ります。行くぞーって言った手前あんまり言いにくいんですが戻ります、すいませんでした。己の腕を信じろ。わかりました、己の腕を信じろ。いや今回はね、なんか一発でいける気がするんですよね、なんか一発でね、多分ねいける気がしますよ。イメトレはねしっかりやってきたんで、弾恨んでいいでしょ、今はもう行くんで。修理に行くぞ。そうですね、修理。またそういうこと言う。すいませんでした。ちょっと待って、これ俺は全然いける気配感じられないんだけど、毎回そのセリフ聞いてる。レベルって46くらいだっけ？レベルはね、今46、その通り。わかりました。そうですよ、信じる力でね、何でもできるようになるんですから。わかりました、わかりました、集中しています。わかりました。まあ今日ね、楽しみに来た方いらっしゃるんでね、ぜひとも皆さんの前で監督のその信じる力の凄さ、人間のね神秘、そういったものをね。ん？いや違います、1回です、本当に1回です。人間の素晴らしさというものを私の放送で皆さんに示したいと、そう思っております。スパシーボ違います、プラシーボです。和光ということで261万再生しません。な、まだ何も始まってない。1回でいける？あの世に？違います、和光初見だと思う。はい、ということで、和光初見だと思うということで261万3位でしたもん。ありがとうございます、初見さんの可能性ありますよ。うん、264万3もいらっしゃいませ。よし、行くぞ。まずあのね、ピクミンを倒していきましょう。やべ、見つかっちゃった。よし、 OK、ピクミンマスト台です。行きましょう。あーと、トキさんね、ご提案残したきありがとうございます。晩ご飯は食べましたか？晩ご飯食べました。今日はカレーでした。ただ、私はパンとかね、ご飯は食べませんでしたけど、ルーだけ食べました。行きましょう。皆さん、絶対に負けられない戦いがここにあります。行きましょう。和骨です。和骨ですので、内房さんいらっしゃいます。ダイエット？いや、ダイエットじゃなく、最近そういうのをしてるんですよね。夜ご飯はね、あんまりご飯とかパンとか食べないように。あ、食べるときあるんですけどね。ルーだけだったらそれはカレーじゃないんじゃないか。火炎結晶、カレーライスじゃないだけでカレーでしょ。そうですよ、かっこいいでしょ。これな、たまたま、これなーって言っちゃった。これね、たまたま拾っちゃったんですよ。こんばんは、コツ。確かに、わら。こいつ一回倒してみたいんだけどな。まあ、いっか。行きましょう。行きます。こんばんは、コツーとかね、278万再生しません。行きます。はっ！カレー味の恩恵？恩恵？なんかまた、ん、有名な話題に、ね、なってる。282万再生しません。いや、わかりません。私がたまたま拾っただけです。行きます。まず、この周りにいるちっちゃい雲たちを倒していきます。それが監督のやり方。距離取って、距離取って、距離取って、オッケー、いいよ、
いいよ監督、決まってる。オッケー、いいよいいよ、今日は一発でいける気がするよ。うん、会長会長、あ、はぐれてるはぐれてるはぐれてる。オッケーいいよ。そうですね、雲お久しぶりですよ。まあ、私はちょっと放送中に、ミリ単位ミリ残しっていうね倒し方をしましたけど、いやいや、そうでした、前回の続きです。はい、いきますよ。はい、ではドンドンドドン、よし、いいよ、いいよ、いけそうな気がするですよ。いきます、おっ、きた、よし、逃げてかわす、ナイスかわし、いいよ、いいよ、ちょっと、はい、来いよ。じゃあ、それだから、前回の続きだから。前回クリアできなかったの覚えてない監督が。はい、行こうとしてるよ。OK、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 いや、これ一発ですか、間違いないです。 OK、 かわしてかわして、いいよ、今日は監督いいよ、しょっぱなからいいよ、いいよ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 、いや、一発一発、一回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 、これマジ一回だから、まあ任しとき、まあ見ときにさえ、監督はね嘘をつきませんから、それを皆さんに証明します。インディアンと監督が嘘をつかない、そういうね神話ね、ニコ生で生まれると思いますよ。行きましょう。しー、くそ、繰り返し、ププじゃないです、行きましょう、行くぞ、やるしかねえ、監督嘘つかない、ほらハップ、しー、くそ、行きます。オッケー、距離取って距離取って、まだよまだ、いやフラグじゃないです、本気です。どこ行った、ここここ、こっち絶対こっち、来た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 、集中して集中して、なんか降ってきたよ、あかん、新たな神話が生まれた、あー、フラグ回収お疲れ様でした、青さんいらっしゃいませ、321万様いらっしゃいませ、いやいやいや、わら、神話、さすが一級フラグ検知です監督、監督、嘘つき、すいませんでした、すいませんでした、どう見てもおかしすぎる、わら、メテオ一発でやられましたね、人間の可能性を見ました、あ、いやいつも通りだね、すいませんでした、本当にすいませんでした、多分この放送ね、病室で、車椅子に座った少年がね見てたと思います、すいませんでした、しかし監督はすいませんでした、すいませんでした、そうでした、インディアンの方、私が同じような系統な、同列だとね嘘を、つく度合いは、ゼロだと、インディアンさんに対してですね非常に申し訳ないことを言ってしまいました、申し訳ございませんでした、正式に謝らせていただきます。いや違うんですよ、これだって、わかりました、そうですね、いやフラグは折るものです、回収するものではありません、いきます。はぁ、くそ、なんであんな、なんだあいつ、おかしいんじゃないか、バグか、いやバグではない、すいませんでした、監督謝ったら負けだよ、そうっすね、いきます、前回あれだけやってダメだったのになんでいけると思ったのかが一番の謎、いや監督ステップすればいいじゃん、そうね、ステップステップ、 OK、 いけいけ、いきます、ここで決めます、いただきました、いやバグバグではありません、監督のミスです、いきます、自分の自信の
いや、ここで決めますから。皆さん、驚きますよ。監督、さっきのメテオ一発で死んだのに、何があったんだ。これは何か、薬をやってるんじゃないか。そういったね、多分発言が多分飛び出すと思いますよ。楽しみにしておいてください。6回も失敗したとか、もうとかつけない。それは私に対する侮辱罪で訴えますよ。言います。そうでした。ちょ、何こいつ。いいぞいいぞ、ここで来ますよ。362番サイドします。いや、メテオではもうやられませんから、間違いない。いきますよ、皆さん集中しといてください。監督の生き様見せますからね。いや、知ってますよ、私の回数で6回もかかっちゃったよみたいなこと言ってたでしょ今。監督は全てのコメントの意味をね、意図を理解しますからね。それはつまりあれでしょう、監督が6回以上やってるのにまだクリアできてないぞと言ってるんだわけではないか。おはようございますということで、おはようございます。368番さんいらっしゃいませ。死に様だよ、しょってこと。300、なんか、371番さんもいらっしゃいませ。トロピコはね、結局買いませんでした。ラッツさんいらっしゃいませ。すいませんでした。シックス。いきますよ、絶対クリアしてみせます。見せますから。皆さんがね、何を期待してるか私は全て分かってます。このボスを次でクリアすること。トロピコか、トロピコを今日のね深夜枠でお試し枠でやるつもりはないんですけど、そういうゲームやるかもしれませんよ。楽しみにしておいてください。特に監督に期待してないです。集中あれ、ああ、やばい、消えた、バグだバグだ、おらんくなった、やばい、ロマがおらん、やばい、ロマがおらん、あれあれバグ、ハンピコということで、383番さんいらっしゃいませ。あ、いた。いや、すいませんでした、すいませんでした、いました、すいませんでした、申し訳ございません、慌てていただけでした、すいませんでした、仕込みじゃありません、ガチで見失ってました、すいませんでした、すいませんでした。ロマさんすいませんでした。可愛い顔してるのにすいませんでした。嘘つき呼ばわりしてすいませんでした。わかりました。オッケー、おつけ。いいよ、わかりました。集中していこう。集中、ちょっとやってみる。あれ使ってみる、ちょっと。ちょっと使ってみようか、あれ。どうやるんだって。こうか。あれ、瓶しかない。しょうがない。まあ普通にやろう。まずはね。いいよいいよ。だいぶ減らしたよ。こっちだ。目の前？どっち？シナクモ。あ、知ってるんだけどね。でもまあ、まあそれ多分初見じゃわからないことだから。来るよ。はい来た、はい来た。かわしたかわしたかわした。かわしてないけど、かわしたことにしとこう。よし。いいよいいよいいよ。うわ、なにこれ。407番サイレーションおさえ。409番サイレーションおさえ。なんでなの。あ、やっぱ盾いや、盾はいるんすよ、間違いなく。いや、前回ここでこれでうまいこと言ったのにな。そうっすね、薬はやってません。すいませんでした。はい、いや、いけます、いけます、絶対いけますから。すいませんでした、皆さんに次はいけるって言いましたが、嘘でした、すいませんでした、すいませんでした、信じた方はすいませんでした。大丈夫です、でも皆さんの期待には応えれると思うんで。次もいけませんでしたね、わら。防具はそれでいいのか、前回もうまくいってるから気にはしてないんやで。そうでした。倒したら起こしてくれ。わかりました。倒したら起こします。盾の使う場所はどこなんですか。メテオですよ。某配信者は盾でダメージを受けたいで倒したらしいがな。逆の言ってこよ。監督の倒せる詐欺、この気持ちどうしてくれるの。いや、見せますから、監督が。
超絶プレイってやつをね、皆さんに見せますから、まあ見ときなさい。やべ、かわして、いいよ、わかりました、頑張ります。いや、そんなことしません、そんなことはありません。あの教区長エミリアちゃんの時のあの出来事は私もすごい反省しておりますが、しかしあれは私のせいじゃありません、ニコニコのせいなんでね。配信が止まってしまったのはニコニコ私に外れ枠を与えてしまったことが原因ですからね、私のせいじゃありません。大丈夫、いいよ、いいよ、いい感じ、いい感じ。あれは神回でした。あれは神回とか言うのよ。あれは私にとっては辛い出来事。よし、行くぞ。戻って戻って。はい、来た。え、何？マジかよ。切断中だ。切断中じゃん。ロックすれば適当なステップで避けられるのがブラッドボーンだよ。すいませんでした。今回はちょっと早くないか。すいませんでした。見せるね。充電が切れました。すいませんでした。ワイファイの充電が切れました。なんで充電の使ってるんだ。すいませんでした。いや、一応ねコンセント挿してるんですけど、おかしいな。まあ大丈夫大丈夫。大丈夫ですか。これでも皆さんのコメント見えますか？大丈夫です。これが監督なんだよ。これは予想できなかった。そうでした。アプデじゃなくて、原因は何？ただ単に私の Wi-Fi が接続が切れただけです。やってくれるな、監督は。いきますよ。どうも、監督さん対戦中。テフロンさん、すみませんでした。あれ、なんでテフロンさんのコメントだけ黒文字なんだ？これコミュニティに入ってる人、あれみんなコミュニティに入ってねえの？オフラインでやってます。います。あれなんで？いや、テフロンさんだけなんか知らないですけど、コメントが黒いんですよね。すごい濃い文字、濃い文字なんですよ。おかしいな。なんでだろう。まあいいや。大丈夫です。すいませんでした。よし、あいつから行こう。何回ってくるな。みんなまた私が1週間ぐらい配信休んだらすぐ抜けるんですからね。和骨ということで、チックショーさんいらっしゃいませ。そうなんですかね、すいませんでした。いやー、私声高くなりましたな。まあそれはそれでいいんですけど、普段が低すぎるんで、でもいつも通りだと思いますよ。マジか。武田でかけたかった加藤隆さんいらっしゃいません。白、いや白読みたいんですけど Wi-Fi 切れちゃったんですよね。まあまだね、読みませんよ。まだまだ大丈夫。まあ最悪、いや監督ですよ。なんでしょう。言いますよ皆さんね、落ち着いていきましょう。声高い、高く喋ってる気もしないんだけど、やべ、無線でオンラインプレイはあかん。いや、そうですね。すいませんでした。ちょっと回復しとこう。なんかみんなね、いろいろ用事があったみたいです。監督しわーということで、ケイさんにしてください。マジで言ってんすか？それマジで言ってんですか？483万円でしたもんね。どうしよう、それ俺責任重大だな。みんなもしかして何かの用事を断ってこの放送に来てるとかあるんですか？そんなこと、そんなことしないでいいですよ皆さん。自分の大事な用事は守っていい守ってくださいね。せやで、マジか。うわー、責任重大だな。はい、というわけで、487万歳でしますね。妹の結婚式を断っている。原稿を送らせている。この音に人生をかけている。わ
かりました。いきます。責任、責任重大。わかりました、頑張ります。嫁の実家に行かず一人で見て、それただ単にあれじゃないか、ただ仕事があっただけなんじゃないか。それ監督がそういう風に思いましたけど、韓国出張延期してまで監督の放送見に来てる。友人を人質に処刑を見逃してもらってみてる。いや、そんなことしなくていいですよ。銀行強盗、それは断った方がいい。言いますよ、監督見せますから。やばい、来る。はいはいはい、見ました。皆さん、これが監督のクオリティ、これが本当の力。はい、来るよ来るよ。はいはい、来る。はい、横ステップ。はい、オッケー。はい、近づく。はい、オッケー。はい、カモンベイベイ。はい、ドーン。ガガジマさん、いらっしゃいませ。ヘアリスさんもいらっしゃいませ。お久しぶりですということで、お久しぶりです。いや、ドーンって。ドーン、自分が。さすが監督クオリティ。どういうことあれ。終わった、わら、ドーンとやられた。監督、すいませんでした。もう一回だけ。自爆、はぁ、切れそうなんだけど。すいませんでした。すいませんでした。僕もドーン。527番さんいらっしゃいませ。ですね、そこは評価しましょう。プーさんいらっしゃいませ。ありがとうございます。こんばんは。はい。いきなりこのうちはひどいですわ。わらひどいとこ言わないです。まあ、こっちもちょっと気にしてるんです。すいませんでした。持った方がいいよね。スタミナ使わずに攻撃できるし。あれ監督、なぜ貯めたし、なぜ学ばないのか。いや、貯めた方がかっこいいじゃないですか。すいませんでした。なぜ学ばないのか。すごいな。今日は特に面白い。すいませんでした。真顔で皆さんがそういったコメントを打ってると思うと、心が痛います。いきます。こいつ嫁の飯まずいよね。朝飯昼飯夕飯好きなものがないと思うよ。でもおいら残さないよ。はい、ということで、嫁の飯まずいよね。朝飯、夕飯、晩飯。ちょっと皆さんコメントで飛んじゃったよ。ちょっと待って、すいませんでした。もう一回行きます。すいませんでした。嫁の飯まずいよね。朝飯、昼飯、夕飯、好きなものがないと思うよ。でもおいら残さないよ、和骨。ということで、橋本先輩いらっしゃいませ。ディープさんもいらっしゃいませ。ゴールデンウィーク祭りわっしょい、監督和骨ですということでありがとうございます。543番さんもいらっしゃいませ。和監督いいとこ見に来たよということで頑張っていきます。そうですね、コメンティーですよ。すいませんでした。はい、いきます。ちょっと待って、違うとこから飛んでみるか。ちょっとここら辺が飛んでみよう。あ、これクリア来ましたね。これクリア来ましたよ皆さん。これクリア来ましたよ、間違いない。これ今ね、私これクリアできるっていう、そのそういったなんだ、なんて言うんだろう、ああいうの、変数を聞きました、間違いないです。和骨こんばんは。ということで、553番さんいらっしゃいません。いや、録画じゃありません。さっきそんなこと言ってません。すまーっ、すいませんでした。いやー、これでもね、いや結構火でも食らうんすよ。火じゃ、まあもちろん、うん、雷の方が食らうらしいんですけど、火でもね結構食らうんで、これはね間違いなく。いきますよ。いや、いつもと違うことをすることが多分この勝利への近道、私はそのように考えてますよ。皆さんはそれが分かってないだけ。集中していこう。そうね、確かに。そうですね、その通りです。私はそういうことも考えてやってますよ。まずこれでこれぐらい削っておいて、もうちょっと削ろう。でこっから一気にいく。いくよいくよ。こいつをやる、俺はやる、
俺はやる、やる、やったか。来た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 流れ来た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 。ブラッドボーン。はい。ブラッドボーン。間違いでした。わらわら。やったか。フラグそのまま流れる。流れてたな。なんなんだこれ。合唱じゃねえよ。あーなんだこれ。流されていった。さようなら。フラグ回収すごくうまいですね。でかいチャンスですか。いやでも流れ来てたじゃん。完全に。わらわら。トルトミスって捨て振りどんな感じなの？マムンサイラシャマサイ、ありがとうございます。この流れ、うん、笑い、いい加減その半ズボンスタイルやめてもいいんじゃないの？わかったわかった、じゃあ直してみようか。強すぎて骨も残らなかったね。手のシワとシワを合わせて念仏流す。トルトニスちゃうで。トニトルスや。トニトルス、トニトルスね。トニトルスにしてみる。トニトルスか。まあ、真面目に行くじゃん。ここ真面目に行こうか。風呂入ってきて上がってもまだこの流れだな。そうでした。よくできます。そうでした。いやでもね、多分次でクリアありますから皆さん気をつけてくださいね。問題じゃなくね。わら、腕振りと強化次第でダメ下がるだろ。いやそんなね、甘っちょることしません。私はで流れが土石流で全部流れたわ。わらわら。でちょまでもゆっくりとカンコレ進められそうだわ。なん、皆さんあれですか？レベル低かったら意味ないだろ。マルチディスプレイですか？ちょっと今考え中なんだよな。みんな一回休憩しよう。トニトルスは変形攻撃で雷まとわないとしょぼいけどね。あ、そうなんだ。あんな目の前に再出現することあるんだ。いや、そうなんですよ。あれ時々あるんですよ。もう何回もデバッカー並みにあのロマ戦やってるからね、もう何回かああいうことあったんですけどね。だからまあつまり考えようによっちゃ、やべ、おーおーおお、来てる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 、おいおい、まあその分雷まとうとかなり強い。そうなんだ。危なかった。再出現じゃなくて特定の部位にダメージ効いてワープをキャンセル。あ、そんなことできるんだ。なるほどね。髪の毛さえらしません。今日24時間放送はしないんですけど、そうですね、久しぶりですよ。ということで616万さえらしません。今日は一応この方枠は11時から12時の間までやって、で1時からか2時まで、2時から、ちょっとねお試し枠をやろうかなと思ってますよ。そうですよ、雷使ったらね言い訳できなくなっちゃうんだね。スイッチさん、かっこいいね名前ですね。小手半ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。ビビさんも小手半ありがとうございます。行きましょう皆さん。次で倒せると思う人、皆さんじゃあ私目つぶっておきますから、監督がクリアできると思った人はノーってね手を挙げてみてください。行きますよ、30秒だけ待ちますから。行きます。1 2 3 4 5 6 7 8。ちょっと、なんて、今度こそ勝てるの？その音の、音、わらわら、の、かわいそう、わらわら、わらわら、で、わらわら、目開けてるじゃん、わら、あー、いない、わら、そんな読み上げが続く、わらわら、案件ないの？わらわら、へかざ、やばい、なにこれ、へっさ、って言うと思うかい。全員へやん。もういなかった、わらわら、もう耳でわかったわ、いきますよ。へ、安定しましょう、無事に、へ、この圧倒的な支持率、この連帯、まあこれで真面目にいきますから、いきますよ。皆さんいらっしゃいませ、へって打ってくださった方もありがとうございます。いきます。これアンケート 100% いくわ、これいきますよ。アンケはもう取らんでいいでしょ、このもったいないロマン久しぶりだね、もうさっきから何回も戦ってる。やべ、危ない。オッケー、
なになに、これ何、何、何食らった。いきますよ。いや本当にないですからね。ノーってねコメント打ったかと思ったらね、ノーって打っている人いないなみたいな、そんなコメントでした。ショックでした。ビエンサイルシャムさん、監督はこつです。へっということでね、へ言わないでください。いきます、いきますよ。次で倒します、間違いなく。シックス、集中して行くよ。いや、いや違う。いい米稼ぎ、そんなこと言わない。いや、絶対クリアしてみせますから。まあ、見ときなさい。やべ、スピード。ここをクリアするから監督がかっこいい。そう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 。ここでクリアしますから。いや、米稼ぎだったとしても、もっと自分にとってね、気持ち的に楽になれるようなコメントの方が来てほしかったですよ。今日は監督が久々の放送だからすごい楽しみにしてましたとかね、そういったコメントがたくさん流れるのかなと。今日はね、私ドキドキしながら放送の方始めましたよ。しかし蓋を開けてみたらこれですよね。このボス、監督倒せると思いますかね。誰一人のと言ってくれませんでした。皆さん誰も思わなかった。まあそういったところを見るとですね、ニコニコ生放送健全だなと、いつも通り健全だなと思いました。はい、いきます。いきますよ。いいぞ。そうね、リアリスト。うるさい、広島が勝てないのは私のせいじゃない。いけるよ、いける、もう一発行こう。ここら辺に出てこい。出ない、どこだ、遠いのか。また近い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 。ということで、739番さんいらっしゃいませ。かわいそうということで、かわいそうではありません、これは雲です。こいつのせいでこの地球は、温暖化になっております。741番さんいらっしゃいませ。いきます。集中して、やべ、あ、あの間違ってなんか回復大量に使っちゃった。ちょっとどけてどけて、あかん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 、ちょちょちょ、あかんあかんあかん、あかんあかんあかん、ちょ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 、なになに、ダナって誰よ、知らん人だ、知らん人の名前言われても何も共感できない。来るよー、オッケー、当たってない当たってない、当ててないことしとこう。よし行こう、回復して回復して、よし回復して回復して、行こう、いいよ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 、回復しよう、もう一回。なんなんだこれ、なんか前より強くなってないか、なんか前より強くなってないか。ちょっと待てよ、倒す、絶対倒す、俺が倒してみせる。よし行こう、かわして、距離取って距離取って距離取って、次で決めるよ。749番さんいらっしゃいません。行きます、違う、ふぅー、あー、ふぅや、の期待に応える生主の鏡。そう思うのは自分の心が弱くなってるからだよ。なるほど、リスナーへの期待に応える生主の鏡、そう思うのは自分の心が弱くなってるから。なるほど、おは、へ、持ってないわ、わかりましたよ。あげよか、いや、あげます、あげません。啓蒙高すぎるんじゃないかな、もう一回行こうか、わらわら、監督頑張って。777番さんいらっしゃいませ。回答なしですね。へへへ、私ちょっとこんの、いやじゃあ言い方変えよう、ちょ、言い方変えちゃおう、オッケー。いやいや、そうね、そろそろ頭ってきた。俺、はまった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 、はまったはまったよ、やべ、やべ、動けない、なんだこれ、わらわら、やばい、わら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 、おい、わらわら、わらわら、行くなってことじゃないか、わらわら、行けなくなっちゃった、ちょっと待ってよ、わら、戻れる、もう諦めた方がいいんじゃない、わらわら、戦う、あかん、これ、わらわら、ローリングは、わらわら、わらわら、デバッター監督、無駄にミラクル起こすなよ、これやばいな、またやめたらいいんじゃないか、こういうことだ、
こういうことありませんからね。普段はこういうことありません。819番線いらっしゃいませ。ポデハンモクさんいらっしゃいませ。さすがやで、誠多くということでありがとうございます。さすがやではこと多く意味不明な場所でハマったな。ここで引き出す監督印を使うので、そんなギャグ印ソフトからの解雇通告わらわら機関アイテムとかないの。そうだそれだ、聞こう。なんとかアイテムゲームオーバー監督オフゲーム終了でいいのよ。これは神のお告げだ。まだクリアできる時期ではないと戦うことすらできない。への呪い。これかたまにこういうことはあるのがブラッドボーンです。あ、そうなの。先に進むのということか。了解。回るわら心配にうまいですね。へを連呼した結果わらわら大丈夫大丈夫大丈夫、これで大丈夫。ゲーム終了でいける。いやいや、これでいいです、これでいいです。タイトル戻ったら、いや、これでいきます。もう何なんだこれ、いきなりこんなこと起きて。もう監督これもうあれですよ、まあおこじゃなくてですね、もう嘆きになってますね監督ね。時間無駄だからもうやめとき。普通にあるからな。声行きましょう。うん、神は言っている。ネタになれと。ネタじゃない、知らさせてもらえない。ボス倒したいよ。よし、ちょっと待てよ。次これこれもガチでみんなにアンケート取ろう。バクトリーお疲れ様です。これでワイヤさんいらっしゃいません。じゃあ分かった、天丼かもん。ちょっともうアンケートにするわ。ちょっとまだアンケート取ろう。よし、で次で監督はクリアすると思う。すると思う。次で監督クリアすると思う。はい。いいえ。選択肢をはいか S にするのはやめてね。なんではいと言えじゃダメなの。信じていいんですか。わかったじゃん。クリアできると思う人おる。押し間違いに気をつけてください。そろそろ足でプレイするのなくやめませんか。よし、ちょ、まあ、みんなこれ間違いなく、まあこれ本気で、私これがやる気になりますから、これが私のやる気になりますからね。よし、まあ一応ね、まあアンケートの方、まあ今日ねスマホで見てる方はアンケートできないかもしれないんですけど、パソコンで見てる方、ちょっと皆さんもう押しましたか。ここで倒せるが 100% だったら神々なのに流れに乗らざるを得ない。そこはへでしょ。いいですか。家を襲うと思ったのに体が勝手に家を選んだ。いいですか。まさか 100% はないよね。わらわら。いいですか。嘘をつかない。いいですか。やる気が上がるんだろ。ずるいよな。実質過去異調査。いいよ。インディアンとリスナーは嘘つかない。にわえ。さすがにそこはないか。お、わら。ちょっと待って、ちょっと待って。いや、あのね、監督これね、ちょっと気になることあるんですよ。気になることがあるんですよ。ちょっとね、皆さん、気になることがあるんです。ちょっと皆さん聞いてください。これマジな話聞いてください。私、はい、押しました。ちょっと待ってください。これ 8.1% ってのは一人なんですか？ちょっと待ってください。ちょっと待ってくださいよ。これはですね、あれ、これ私の一票の可能性もあるのか、これちょっとマジかよ。ちょっとそんなにか、みんな本当に俺を信じてないのか。いや、自演はちゃんと言いますから、実質 100% なの。俺ハイに入れたよ。本当か。もう疑心暗鬼だな、逆に。聞くんじゃなかった。いや、実質 100% でやってみ。実質 100% 信じたいけど、あと20回ぐらいやらせないと息をせない。こんな連帯感のある配信も行くぞ。本当だよ。客観的に見ても一つの世界。わら、 100% にしようぜ。相手がどうだろうと倒せばいいんです。何もわからなかったので、はい、逃げました。あれ？いや、信じてるよ。勝ち負けよりも面白さを優先してくれる。わかりました。頑張ります。ひそひそ、やだ。962番線いらっしゃいませ。決める決める、絶対決める。さすがにここで決める。監督はここで決めてなんぼ。
わかりました。エビ取ったら逃げる。了解。頑張ります。そうっすね。私は皆さんが私がクリアできないと 100%、ね、さっきの私が入れたのが 1人の分が 8.1% だったのかどうか知らないけど、そうなったとしても、ね、100% 皆さんが、ね、クリアできないと思ったとしても私はねクリアしてみせます、まあ、つまり不可能を可能にする、それが監督のセオリーなんでね、うん、かっこいいな、967番さん、ちんちんさんいらっしゃいませ、ありがとうございます。いや、まあ、うん、まあ、みんなのためなんだ。みんなが期待してないってのはちょっとショックだな。言いますよ。そうですか、わかりました。頑張ります。やばい、よっ。OK。できなかったら腕立て視聴者数回ね。何人いるんだ、今。523回なんて1日でやる数じゃねえだろお前。棒読みとかやめろ。きついな。ちょっと待てよ、落ちていくよ。集中して、いくよ、決めてみせる。オッケー、一回離れよ、一回離れよ。ねえ。誰がそんなものを期待してるんだ。よし、行くぞ。決める。ここで決める。目の前、目の前に出ろ。目の前に出てこない。私だってことね。ありがとうございます。決めますよ。やべ、曲が始まっちゃった。行くよ、集中して、集中して。来たよ、来たよ、これ。倒す、こいつを倒す。俺はこの世界を救うためにこいつを倒す。いける、いけると信じて。よし、行くぞ、集中して。どこにいる。近い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 よ、近いよ、これ近いよ、これ。回復して、回復して、回復しよう、回復しよう、戻ろう。行くぞ行くぞ行くぞ、集中して、集中して。ダメだ、ここで回復、あ、ダメだ。 OK、 回復して、もう一回行くよ。あ、出ない。あ、なにこれ、そんなの聞いてない、そんなの聞いてない、やばい、あかん。回復、回復して、エビ取り。あかん、当たっちゃった。そうか、盾を構えろ、盾を構えろ。ダメ、回復して、あかん、あかん、あかん。回復して、回復して、回復して、あかん。お、助けて、ちょっと皆さん助けてください、監督を助けてください、どうか監督を助けてください。ああ、あ、惜しい。ああ、パチパチパチ、へ、雲の動きちゃんと見たらいけるよ。普通に惜しかったな。へ、うん、イノシシだったね。マジかよ、市川海老蔵最低。そうなんでした。 90% の、いやー、ちょっと本当に 90% の期待を背負ってのねプレーだったんでしょうがないんでね。まあ 90% の人たちがね、私のあの、なんだろうな、クリア しない姿をね期待したんでね、私は期待に応えたと私はそう思っておりますよ、うん。いや、
絶対に、いや皆さん、まあ私ぶっちゃけ話、あれですよ、100% 私がクリアしてほしいって思う人が現れない限りは私はクリアしませんからね、うん、1020ナンバーサイルしません。くそ、クリアできる 100% だったらクリアするよね。 100% クリアしないとは思ってるけど、クリアしてほしいとは思ってるよ。 100% クリアしてほしいっていう人、そうなると1押し人増えるで。何言ってんだ。いや最初はね、いやよっしゃアンケトロン。いや最初はね、いや ちょっと待ってください。監督のクリアが見たい。ちょっと待ってよ。ローマ戦クリアが見たい。はい。いいえ。監督やったねのが増えたよ。僕もの明日も仕事だから0時までにクリアしてね。監督、大人げないぞ。とにかく集中して頑張れ。しょうがない。一押しか。監督のロマ戦クリアが見たい。このね、皆さんに対して、私こちら、アンケートの方を取らせていただきます。ということで1066番サムライしません。監督のロマ戦クリアが見たい。1、はい。いいえ、しゃあないな。入っていってやるよ。ということで。なんで罰ゲームしないといけないんだ、監督は。いいですか？もういいですか？もういいですか？見ますよ。これで、もしいいえが 1% でも入ってたら監督これクリアしませんからね。いきますよ。ドン。あ、間違っちゃった。もう一回押してください。すいません。あ、申し訳ございません。すいません。おい。また取材しちゃいました。すいませんでした。もう一回押してください。すいませんでした。すいませんでした。すいません、ちょっと焦ってます。じゃあ見ますよ。じゃあ2が 1% でも入ったらもう一回、もうこれもうエンドレスですからね。よし、いきますよ。いきます、ドン。経過表示します、ドン。うわ、これは難しいな。これ 90% え、じゃあいかなかったんだ。90、しょっぱい案件になっちまった。これはちょっと私のコミュニティの放送としては相当な黒歴史なんで、消します、拒否します。じゃあ行きましょう。よし、ダメですよ皆さん、ああいう時はあの、いや、そう踏んだか。すいませんでした。はい、わかりました。いいえ、入れてって振りに聞こえた。わかりました、了解です。はい、なんかガチか、あれ。 18% は私のクリア見たくない。つまり、あ、そういうことか。クリアは見たくないけど、なんだ、なんだ、わからん。どういうことなん、 18% は。クリアが見たくないならずっとこのゲームしてるぞ俺は。大丈夫なのか、みんな分かってんのかな、その現実が。皆さん分かってんのか。ちょっと待って、それだけブラッドボーンが好きってことかな。逆に言ったらそういうことかもしれない。こういう時は選択肢にいいえを入れないという手もある。なるほど。あ、それじゃあもう大手さんみたいじゃん。成長見られますよ。あ、なるほどね。いいえの人はまだまだずっと見ときたい。そうか、そうね。確かに監督もちょっと出しながら笑いすぎてちょっとよくわからんことになった。すいませんでした。まあでも次で絶対クリアしますから。それはね、本当にその気持ちはあるんで。いや、ダビスタやってねえし、ダビスタじゃねえし、ウィーニングポストだし。まあそんな違いわからないよっていう人が言ってるんだろうけど、すいませんでした。いや、雲は諦めませんよ。雲倒さないと済まないしね。
はい、18% の人のせいです。18% の人のせいですよ、これ。わらわら、おいあんけの意味は？いや、そうでしょ。今のは事故だから、いいけどね。いや、ほんとクリアしたいな。これ、どうすればクリアできるんだ？すいませんでした。すいませんでした。本当にすいませんでした。申し訳ございませんでした。冗談です。いや、もう皆さんとは私、あれですか？笑顔でニコニコ生放送できないんですか？もう皆さんとはもう私はもう、繋がってないんですか？うん、そうか、なるほど。問題は半分切ってからのプレイがまずい。すみませんでした。今日はある意味絶好調ですね。見たネタ、今日笑ってるよ。すみませんでした。よし、行くぞ。ちょ、待てよ、どうすりゃいいんだよ。じゃ、こっち飛んでみようか。もうどこもロマンに繋がってんな、これ。攻略法変えちゃダメなんでしょ。そうっすね。いや、まあでも大体わかるんですけどね。この攻略法っていうか、どうすれば倒しやすくなるかっていうのはわかってるんですけど。ってなんだよ、すみませんでした。いいよ。了解。マントラね。マントラ。オッケー。いいぞ。いいよ。いやでもね、多分ね、この私が放送休んでる間、もう寂しすぎて。今日多分放送あるのを知ってウレションしてる人もね、多分中にいると思うんでね。爆弾さんいらっしゃいませ、ありがとうございます。私たちずっともだよ、ありがとうございます。怖いですけど、ありがとうございます。ちょっと怖いですけど、よし、で行こう。それはない、それはないか。すいませんでした。放送しまくってた。皆さんコミュニティ持ってるんですか？教えてくださいよ。私だけじゃないですか、放送して皆さんにバレてんの、放送してんのバレてんの。皆さんの放送も私は見てみたいんですよね、リスナーさんがね。そしたらもう私、皆さんがね、普段私の放送でコメントをしてることそのままお返ししますからね。なんでこれクリアできないんですかとかね、絶対言ってあげますから。楽しみですね。すいませんでした。結構どぎついな、みんな。和骨ということで、1179番さんいらっしゃいません。私、失禁しちゃうんですか。もう2周目のローマン倒した。白使ってないんでしょうね。白使わなかったんだったら相当ですね。それ一番古参じゃな、古参だった人が最近入った人になります。よし、ここで一旦休もう。枠監督の復活嬉しすぎて嬉しそうにしてました。これいるじゃないですか。一度コミ抜けてもう一度入ると、あ、そうですね。だから古参の人が一番最新に入ったことになりますよ。いきます。一周目はオフライン。やべ、ちょっと削らさせてくれ。やばい、どこに行った。監督はひどい人だ、わらわら。使ってないっす。すいませんでした。距離取って。皆さん結構これ楽勝だったっていう人多いんですよね。確かに皆さんの言う通り。 OK、 距離取る。どこだ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 。やられまくった人も中にはいるよね。それね、そんなに生優しい敵じゃないのは確か。これ来た、マジか、吹っ飛ばされて。回復して、回復して。死ぞ。死ね。死ね。やべ、回復して。よし、死ぞ。やべ、来るよ。来るよ、来るよ。来るよ、来るよ、オッケー。来るよ、もう一回。もう一回来るよ。よし、行こう。突撃ー！回復、離れて離れて。
いけるよ、いけるよ、いけるよ、監督いける、いけるかもしれん、いけるかもしれん。ちょっと待てよ、マジで緊張、マジで緊張。やばい、これはいけるぞ、これはいけるぞ、マジで緊張。ちょっと待って、ヒップホップインヨミインフミ、あかん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 、おお、やばい、うーや、ちょっと待てよ、これ押する場合じゃない。急げ急げ、近づけ、しゃ、行け、決めろ、お前ならいける、お前なら決める、お前ならいける。距離取って距離取って距離取って、おっしゃ、オーケーオッケー、距離取って。押していくぞ、決める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 、これで決める。違う、こいつじゃない。オッケー、いける。決めたー。やったー、みんなできたよ、クリアした。皆さんいらっしゃいませ、そしてミズトさんもいらっしゃいませ、拍手の方ありがとうございます。おめーということで、長かったねみんなということで、本当に本当に長かった。よかった、これクリアできないかと思った。1277番さんいらっしゃいませ。うわ、ちょっと涙が出てきたな。よかったー。いやー、ちょっとこんなことで少し涙が出てしまうという、悲しかったですけどね。まあでもクリアできました、ありがとうございます。ということで1296番さんいらっしゃいませ。いやー、このね、ロマ結構ね、皆さんの中にはね、余裕だったとかね、言う人も多かったんですが、ありがとうございます。やればできるぞですよ、ありがとうございます、うん、いや、嘘じゃねえし、嘘じゃねえし、ちょっと本当に涙出たし、うん、ありがとうございます、ありがとうございます、よかった。ではね、皆さん、ちょっとね、このクリアのね、ご褒美としてムービーがね、多分流れると思うんで、ちょっと見てみましょう。1310万歳でしょ、いきます。これね、ラスボスじゃないです、いきます。パチパチパチ8何度目の正直、わらわら、ここからが本当のブラッドボールだ。あれ、何も始まん、あれ、ムービー、この感動を電話で嫁に伝えよう。あれ、ムービーじゃないの、今日の放送終了ですね、はい、解散。あれあれ、ムービーじゃないの、あ、あそこにな、ちょっと風呂行きたいんだけど、長い、いや、ちなみにここからが本当に苦しくなってきます。なんだ、周りを見ろ、ちょっとみんな音量消すね、ちょっとね、監督、はい、ということで、1319番さんいらっしゃいませ。多分ムービーが流れると思うんで、行きましょう。なんかいますよ、倒しましたよ。1323番さんいらっしゃいませ。やっとロマ倒しました。俺らの声が奪われた、まあそうは言わないでください、ムービーが綺麗なんでね。いやいや、こっからムービーでしょ、間違いないでしょ。なんかいますね、あれ、敵か、敵っぽいぞ。うわ、全然違う方に飛んでくる。